こうさん、ハロプロタイムズの時間やってきましたけど。来ましたね。結構好評っすよね。あ、そうですね。やっぱり同じハロプロファンというか、皆さんがね、見てくれてるようでありがたいですね。じゃあ早速、はい、橋本さんお願いします。はい、ついにモーニング娘さん TikTok アカウントが開設されたということで、はい、モーニングさんの今までオフィシャルでは TikTok なかったんだよね。ダンス動画とか絶対これやったらいいのになっていうのが個人的にはすごくあったんで、なんか今回開設されて早速僕はね、もう裏垢でも登録しましたから。そうなんですか。裏垢持ってます。さすがな数字ですね。やっぱり僕やっぱり見てて、ちょうど佐藤さんの卒業っていうのもあったんで、いろんなとこで佐藤さん見たいなっていうのもあったんだけども、やっぱりダンス動画は面白いですね。特にカイディの AKB さんの根も葉もルームは、あのロックダンスっていうダンスがあるのね。それを取り入れた、あ、 AKB さんの根も葉もルームはっていうダンスで、それをカイディが踊ってるんですよ。でね、かっこいい。やっぱり、いや見たけどキレッキレっすね。キレッキレだよね。なんだろうな、もうカイディの場合体型がダンス体型、手長い、足長いで、指先すごくしっかりしてるみたいな、だからそういうところの表現力がすごいよね。でもダンスってもうずっと俺 TRF でうちのダンサーを見てるからさ、まあその他にもいろいろなダンサーたちを見てるんで、上手い下手だけじゃなくて、それ以上にノリ、中から出てくるそのリズムの取り方っていうのがやっぱりすごいなんか大切かなと思ってて、あのうちのサムだったらハウスを踊るんだけど、そのハウスのステップのちょっとしたノリの崩し方とか、そういうのがかっこよかったりするんだけど、そういった意味ではこのネモファもルームは踊ってるカエディのロックダンスの動きはね、その当時のそのロックダンスの良さも残しつつ、その今のモーニングさんの、カエディの動きの良さっていうのがすごくねミックスされてて、俺はねかっこいいなと思ったな。この間ミュージックブラッドだっけ、あのモーニングさんの、うん、特集で出てたんだけれども、やっぱりその時も体力お化けっていう風に言われてて、夏のフェスとかでも、もう40度ぐらいあるようなオンステージで相当な時間をこう MC なしで踊ってたりするような、まあ、体力お化けと言われてるんだけども、リーダーの福村さんがやっぱりそうやって体力お化けって言われてる、その言葉にそぐうように、やっぱり期待に応えるようにもうどんどんアップしていきますなことを言ってたから、すごいなと思って。でその番組で言ってた時に聞いたのが、練習はもうそれぞれがもう個人練習なんだって。あのフォーメーションダンスって持ち味があるじゃない。あのフォーメーションダンスってみんなで合わさってやらないと難しいんだけど、それをリハーサルやるときにはもうみんなが完成してるんだって。よくできますね、みんなよくできるよね。でだってフォーメーションダンスだから、自分がのいる位置によって右にいる時と左にいる時、前にいる時と後ろにいる時では、その手の動きとかさ全部違ってくるから、それも想定して練習して合わせるんだって。すごいですね。だからその辺はモーニングさんの凄さってあるから、まあ他のアイドルの方々もいろいろな形でそういう考えながら苦労しながらやってると思うけど、そのスキルはちょっと尋常じゃないなっていうのはあったかな。だからもうモーニングさんでもうトゥートゥーになるじゃない ?2022 年だからじゃない、はい、で、そこまでにいろんな曲がいっぱいあるじゃない。それを実際に新しい形で新しいメンバーでやってるから、まず入ったらその曲を全部覚えるらしいの、振り付けを。いや、膨大じゃないですか。膨大膨大、もう200曲近く覚えるんじゃないの、それを。
だそこの時点でもう毎日のように繰り返してやってて、一日本当に3曲4曲振りと歌を覚えてっていうことをやってるって言ってたよ。だって1年分かれてるんだって。で1年のその1月、はい、2月3月ぐらいはあのハロープロのライブで、4,5,6 とか夏ちょっと時期がずれてるかな、あのはモーニングさんの単独で回って、でまた今度、ハロープの秋があって、うんうん、で今度冬はまたモーニングさんみたいな、もう一年中そういうツアーをやってるんだよね。そういうもう方々が新しく TikTok を開設して踊ってたりする、うん、チェルちゃんとかあのうちの番組にもね出てくれた、そんなダンススキル高いモーニングのメンバーさんが、まあ、TikTok では TikTok をやってるんだよ。それがね面白いよね。ヨコヤンとあの岡村さんが一緒にあのハート作ってやってたりとか、それがね楽しそうでいいんだよね、すごくね。いやこれはコラボしたいですね、 TikTok のダンス。そうだね、そうだねと。ちょっと待って、これはもう嬉しいけれども、このあのハロプロダンス部でもやってる、ここにも載ってるんだけど、石田さんとカエニーが一緒に踊ってたりするのとかキレッキレだからさ、うん、なんか TikTok で流行ってるやつとかもやってみたいよね。そうね、ガチガチはちょっとレベルがすごいんで、みんなができるやつ。ガチガチまでいかなくてもガチだったらあのなんだっけ、マンホールの上はあ、ダンスホール、ダンスホールとか、ちょっと値段が古いんだけどさ、そういうのとかやりたいですね。やりたいね。例えばちょっと懐かしいけど、キュンでさじゃない、はい、ひらめちゃんの、はい、あの俺ひらめちゃん知り合いだから、番組で一緒になってからお互いにインスタとかいいねおっしゃってるっていう知り合いなんだけどひらめちゃんちょっと参加しないみたいで、すごい豪華な、ひらめちゃんがキュンです歌ってくれながら、カイディと石田さんとキュンですの振り付けのモーニングバージョンやるとか、なんかそういうの企画したいです。そうです、いやそうですね。わあ、でもやっぱりコンサート見に行きたかったな、最後の武道館は。前回もこのハロプロタイムズでお話ししたように、やっぱり佐藤まさきちゃんのポジションってやっぱ大きい、大きいんだけれども、そのまさきちゃんがいなくなった後をやっぱりメンバー同士がすごい絆を深めて頑張っていく姿を応援していきたいですよね。 DJ がいる時とかなんかあったら使っていただければと思いますよね、そういうところに。